皆さんこんにちは。ウーアチャンネルのしろっこです。よろしくお願いします。今回はですね、疑問系の動画になるんですけど、皆さんが普段よく使ってる、こちらね、タイヤ。ね、マルーン。そして、ハード。そしてさらにね、こうスーパーハードとか。ね、あるじゃないですか。またさらにこう台形とか、カラータイヤだとか、ノーマルタイヤ。この測りがあるということはもうそうお気づきかと思われます。ね、次のマシンを作る時の、大きな目安となるであろう重量についてね、今回はやっていこうかなと思います。ミニ四駆の中でも、結構なね、重量を占めると言われているこのゴムタイヤ。で、結果的にどれが一番軽いのかっていうのをね、皆さんもうこれね、調べないで、今ね、想像しながら見てください。自分のね、想像と一致しているのかどうかみたいな。自分の考えっていうのは果たして合っているのかどうか。ね、見ながら判断していただけるといいかなと思います。でね、今回はね、いろいろなんか面白いのも用意してみましたよ。こちらが今ね、ある、縮みタイヤと言われるものですね。縮ませてみたりしたやつとかは、体積は変わったけど重量は変わってないのかなとか、なんかね、たくさんあると思いますんで、そこら辺もね、全部含めて調査していきたいなと思います。それではね、今回測る、タイヤたちをね、ちょっと見ていきましょうか。今回測るの、これとこれはね、比較したいので、まずこれと、ローハイトタイヤ、台形タイヤ、そして小径タイヤと、一体どれが一番重いのかっていうのも見たいのと、あと単純に色によってね、グラム数が違うのかというところまで見ていけたらなと思っております。はい、ということで、まずはね、タイヤの径によって、重さは違うのか。でもね、形がそもそも違うから、後ろがね、でかくなっちゃってるからね。この部分は、どうなんだろう。前輪だけ使ってやっていきたいと思います。はい、それではね、ノーマルタイヤ、台形からいきたいと思います。はい。2.8、だいたい 2.8g ぐらいか。っていうことは、基本的にこれをそのままつけると 10g 以上の重さになるということですね。結構重いな。台形って結構重いんだな。じゃあ次はじゃあ中継いきましょう。こっちもね、ノーマルタイヤってなかなか使うことないからね。よいしょ。一気に少なくなった。1.9g。軽いね。さっきのとだいたい 9g。もう 1g ぐらい違いますね。これに変えるだけでも結構違うのかな。はい、続きまして小径いってみましょう。やっぱりこう肉厚な分かな。肉厚な分小径と台径は同じぐらいの重量ですね。ということで、ノーマルタイヤ同じ材質を使用すれば中径タイヤがね一番軽くなるということですね。それではね、次の仮説に行きたいと思います。台形バレルタイヤなんです。これ同じものなんですよ。ただ、縮ませたか縮ませてないかの差なんですよね。こちらが重量が変化するのかどうかっていうのも見ていきたいと思います。これまだね、走らせてもないですからね、このタイヤ。まずはじゃあ体積はこんぐらい変わる。一回り小さくなるっていう感じかな。ただこっちの方が硬くなってます。でこっちはふわふわしてる感じだね。じゃあいってみます。よいしょ。 2.6。 さっきのね、台形とそんなに変わらないけど、バレルの形をしている分ちょっと軽いって感じかな。じゃあ続きましてこちら。約3分の1軽くなりましたね。ということは、ゴムの繊維は残っているけど、中身の何かが抜けたということになりますよね。しかもそれも3分の1ぐらい何かが抜けてるんですね。サイズががっつり変わったから、やっぱり中の水分とかがパーツクリーナー等で一緒に飛んでるのかな。そこら辺もすごい気になるね。これ結構大きいよ。縮ませるだけでかなり重量は軽くなりました。次は、同じタイヤを使用するんですけれども、ローフリ、そして、ハード、さらにスーパーハード、そして先ほども使用しましたがノーマルということで、この4つ中継でね、非常にね、ミニ四駆界隈で今多く使われるこの中継の4つのタイヤを使って、どれが一番重いのか、そして軽いのかっていうのを調査していきたいなと思います。どういう結果になるんだろうね。まずはじゃあさっきのノーマルから復習していきましょう。よいしょ。 1.9 グラム。はい。
そしたらカラーのホワイトですね。よいしょ。あ、 1.9。 ノーマルとハードの重量の差はないみたいですね。さあ次、スーパーハード。あ、一緒なのか。じゃあ続きまして、ローフリクションいきたいと思います。はっ、え、間違いじゃないよね。はいはい、え、もう一回きます。軽い、へえ、軽い。え、一個あたり結構軽いぞ。がっつりだな。結構がっつり軽いですね。これを4本使うだけでマシンは 1g 近く軽くなります。でタイヤをだから、まあ、重量順じゃないんだけど、こういう順番で、まあ、重くなっていくわけじゃないけど、ここまで 1.9 なわけ。1個あたり 1.9g ね。ここの3つまで 1.9g で、ここ 1.6 だから、だいたい 0.3g 軽いわけだ。っていうことはローフリクションに変えるだけで車体が 1.2g 軽くなるっていうことだよね。いや、これでかいんじゃない？まあなんかやっと今日調査結果出たな。今日やっとなんか調査結果出た気がする。あ、やってよかった。じゃあ次はカラーいってみましょうか。ラッコピンク、カモン。 3.6？ え？で、ピンクの方が軽いの？水色ローハイト来てと思います。はい、 3.7。 お、え、ピンク、あ、 3.7 だ。あれ、あ、 3.6。 あれ、若干、若干ってやつ。これ、うわ、若干ってやつだ。違いがある。うん、お、色で重量が違うぞ。これ重量気にしない人からすればすっげーどうでもいいかもしんないけど、おお、違う、うわ、ああ、なんか際どいんだろうね。なんか色でも違うみたいですよ。いや、ほんと、いや、わかんねえな。でもこれでもやっぱり2本ずつだとほら圧倒的にローフリが軽いね。これはね、重量についてもまたちょっと考えさせられる動画になったんじゃないでしょうか。まあね、本当にどうでもいい人からすればすっげえどうでもいいかもしんないんだけど、俺ちっちゃい感動覚えてるよ、これ。ローフリクションがこんなに軽いっていうのは。で、あと縮ませると軽くなるっていうのもね。いや、俺失敗なのが、これ一応ここね、縮みあるんだけど、この同じやつね、あるんだけど、これね、まだそんな時間経ってないのよ。一応その染み込ませて乾かし始めてまだ3時間ぐらいしか経ってないんだよね。パーツクリーナーが出して、それでも変わるかな。ちょっと出してみるか。あんまりまだ縮んでないと思うんだよね。はい、 1.9 ね。はい、じゃあ縮み、え、 1.9。 あ、軽い。縮ませると軽くなる。これは確定だわ。縮ませると軽くなります。はい、ということで皆さんね、いかがだったでしょうか。今回ね、タイヤの自由研究みたいな感じでね、タイヤ研究第1弾ということで、まあ、今回はね、タイヤのカラー、そしてね、まあ、素材で、重量が変わるか、まあ、素材で重量が変わるだろうと思う方大変だと思いますけど、でもね、実際にこうやって調べる人ってなかなかいないじゃないですか。なんで、万が一面白いなと思ってくれたら、グッドボタンください。はい、ということで、次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。僕と、俊也さんで作るサブチャンネル、俺たちはいい人ではないというくだらないチャンネルもありますので、ぜひそちらの方もね、こちらの方からぜひ見てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。